のはアジリティ。猫の身体能力を見るために様々な種類の道具を準備したので、一つ一つご紹介していきましょう。まずは高さの違う3枚のハードル。1枚目から35センチ、50センチ、70センチ。猫にとっては目の前にそびえる高い壁、無事飛び越えることはできるんでしょうか。次に来るのが横倒しにしたはしご。このはしごは交互にジグザグに渡ることができたら成功です。最後は狭いトンネル。猫はヒゲが当たるだけで狭いところを通れるかが分かります。トンネルを越えた先には大技にも挑戦。これら全ての障害物無事クリアすることができたら、今日一番の大きな拍手をお願いします。ステージの準備は整いました。次の猫を呼んでみましょう。チャイ、どうぞ。ラストレースは私の肩の上に登場です。やってきたのはベンガル、名前はチャイと言います。それでは一つ一つ集中してまいりましょう。チャイのアジリティ、レディーゴー。今目じゃ、今目じゃ、今目、おけ、はしごは上下に、惜しい。もう一度難関、はしごは上下にしない。さあ3度目の上下にいけるか。さあチャイ、はしごは上下にジグザグに、オーケー、飛び越えて最後はフレッシュでいくよ。いきましょう。さあ次は猫の姿を見てきましたが、皆さんいかがでしたか。これで皆さんももっと猫のことを好きになってくれたらとっても嬉しく思います。最後はくす玉が出てきました。この猫に引っ張ってもらいましょう。やってきたのはアメリカンショートヘアのひまわりちゃんです。最後の大取り決めてもらいましょう。それではひまわりちゃん、くす玉を引っ張って、さあ行けるか。皆様のお顔をよく見たところでぐるりと回って、さあひまわりちゃん、すんま引っ張って、バチ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 、これこれこれ、全然見てない。ちょっとちょっとひまわりちゃん、あなた引かないとキャッツ終わらないんですけど。あれひまわりちゃん、勝手に終わってしまいました。ひまわり、さあ最後決めてもらってキャッツ来ました。お姉さんと一緒に、さあひまわりちゃん、もう一回、さあ行くよ。それではひまわりちゃん、最後くす玉引っ張って、さあ見てください。皆さん、これが猫です。自由気まま最後の最後に見せつけてきました。ひまわりちゃん、いい加減帰るの。ちょっとちょっと、しょうがないな。ひまわりちゃん、もう一回引いて、さあ最後3度目の正直、さあ頑張って、ひまわり、くす玉引っ張って、そうこれこれ、はい、できました。さあ何て書いてあります。まーたにゃ、ということで皆さん、まーたにゃー。今日は楽しかったにゃ。猫の気まぐれない一面だって魅力たっぷりに伝えることができたに違いない。たまにはこんな風に人間たちを紹介するのもいいかもしれないにゃ。早速トリストの世界はいかがでしたか。以上でザ・キャッツは終了です。またいつか皆さんのところへ招待状が届くかもしれませんね。